フリードリヒアルフレートクルップ、1900年、フリードリヒアルフレートクルップ、ルートビヒのスターが、1896年カプリ島のビアクルップクルップ博物館に鎮座する、フリードリヒアルフレートクルップ像、フリードリヒアルフレートクルップは、ドイツの実業家、政治家、鉄鋼財閥クルップ社の三代目当主、同性愛スキャンダルの標的となり、自殺に追い込まれた。 鉄鋼財閥の当主アルフレート・クルップの長男として、生まれ、王立エッセン市民中等教育学校で学んだ後、1887年に、父から、クルップ中鉄工場を受け継いだ。フリードリヒ・アルフレートの時代、工場は、デュースブルクに新しくラインハウゼン製錬所を設け、兵器生産を始めた。また従業員に対する社会保障対策を実施した、おかげで、 従業員数も倍化して約4万5千人に達した。社会保障は当時としては革新的でフリードリヒアルフレートはエッセンのリュッテンシャイト地区に従業員住宅アルテンホーフを建てさせたことでも知られる。この住宅群は退職した従業員家族に無償で住居を提供するために建てられた。この素晴らしい老後の保障は従業員にとっては 工場での恐ろしく過酷な労働を耐えてでも手に入れたいものであった。フリードリヒアルフレートは自由保守党に所属し、1893年から1898年までエッセン選挙区選出のドイツ帝国議会の議員を務めた。1882年にヘッセンナッサウ州知事を務めたアウグスト・フォン・エンデ男尺の娘マルガレーテと結婚し、マニ、 長女ベルタクルップと次女バルバラクルップの二人の娘を設けた。フリードリヒアルフレートはカプリ島を愛し、1899年から1902年の間の陶器はカプリ島で過ごした。彼は道東の海沿いの急峻な岩壁を掘削させて複雑な坂道を作らせたが、これは現在はビアクルップと呼ばれ。 島の名所として多くの観光客を引きつけている。カプリ島でのフリードリヒアルフレートの主な活動は海洋研究であった。彼はこのカプリ島で動物学者のアントンドールンや医師のイニャツヨ・チェリオとの交流を楽しんだ。1901年から1902年にかけての冬季フリードリヒアルフレートが フラフェリーチェダンというサークルに所属し、そのサークル主催の洞窟での会合や様々な祝宴に参加したと報じられた。この会合が実際に若い青年との乱交パーティーだったのか、それともジャーナリストが強括目的で会合をその種の性格のものと書き立てただけなのかは、現在も議論されている。フリードリヒアル・フレートは1902年6月に自分が 同性愛スキャンダルの標的にされたことを知った。同年10月15日と20日には、イタリアの新聞、プロパガンダ神が、フリードリヒアルフレートの少年愛を告発し、11月15日には、社会民主主義系のドイツの新聞、フォアベルツ神が彼を同性愛者だと断罪した。その1週間後の11月22日、フリードリヒアルフレートは、エッセンの本邸ビラ、 ヒューゲルにおいて自殺した。公式発表では、死因は脳卒中とされたが、一部の新聞は死因を自殺だと指摘した。フリードリヒアルフレートは、エッセンのホーエンブルク通りにあるクルップ家の墓所、ケトビガートワボチに埋葬された。墓所は、エッセンの中央駅の拡張に伴い、1910年に中央駅の南側へ移転した。 同家の墓所は1955年にエッセンシ当局の命令で強制的に支援の無礼でない共同墓地へ移された。フリードリヒアルフレートは遺言の中で一族の経営会社を合資会社へ転換させるように命じ、会社の株は長女のベルタに受け継がれた。ディーター・リヒテル、フリードリヒアルフレッド・クルップ・アウフ・カプリ・イン、マイケル・エピコン・ハンス、ラルフ・ストレマル。 フリードリヒアルフレッド・クルップ、エイン・ウンタネーマー・イム・カイザー・ライク、ベック、ミュンヘン2010。ISBN 978から3から406606700。S166 から168ノーマン・ダグラス、ルック・ブリック、アイネ・ライゼ・イン・マイネ・ファガン・ゲン・ハイト。S198 から199ディアナ・マリア・フリス、マーグレット・クルップ。DTV ・ミュンヘン 2008. ISBN 978から3から 423247030S342ABD ターリヒテルフリードリヒアルフレッドクルップアウフカプリインマイケルエピコンハンスラルフストレマルフリードリヒアルフレッドクルップエインウンターネーマーイムカイザーライクベックミュンヘン 2010ISBN 978から3から406606700 S169 S から174ディアナマリア・フリス、マーグレット・クルップ、DTV ・ミュンヘン2008、ISBN978 から3から4二3 2 4 7 0 3 0, 0 S361。ありがとうございます。